どうもこんにちは、フレッシュスバルくんです。よろしくお願いします。これまで昔ながらの第五人格っていうのを紹介してきたんですけど、今回はですね、ちょっとキャラクターに注目して、昔と今で性能が大きく変わったキャラクターを紹介していきたいなと思います。なんかこう性能がもうむちゃくちゃ変わったキャラクターもいくつかいるわけですよ。まあ、それをね、今回紹介していきたいなというふうに思っています。それでは行きましょう。どうぞ。いや、80点。どうぞ。よし、これにしよう。ニワシで、最近ね、始めた方だと、ニワシってそこまで強くないなっていう風な、まあ、キャラクターの立ち位置だと思うんですけど、昔は結構ね、厄介なキャラクターではあったんですよ。っていうのも、ニワシの椅子って昔は一回壊したら、パンタが特質の異常をね、持っていない限り、直すことができなかったんですよ。ニワシがね、椅子を壊すことで、ハンターがサバイバーを釣るときに、釣らせないっていう風な立ち回りが昔はできたんですよ。僕も自慢じゃないと見せかけて自慢なんですけど、釣らせないような立ち回りをすることで、まあ、庭師ね、まあ、最高ね、2位まで上り詰めたことがあったわけですよ。ちょっとSランカーから言わせてもらうと、本当に今の庭師はね、弱くなりました。椅子の配置を覚えて、この椅子を壊したら強いっていう椅子を壊して、それで安全地帯に突っ込むっていう、まあ、今考えたら、もう、なかなかね、害悪なことを確かにやってきたわけですよ。チェイスをせずに、まあ、戦ってきたところはあるんですけど、まあ、これが本当に庭師の戦い方だったんですよ。まあ、確かに、ね、これってもうクソゲーじゃねえかみたいなところも正直あるとは思うんですけど、正直ね、なんで、傭兵、義士占い、長江っていう、この4キャラクター使った方が絶対にいい中で、庭師を使うっていうことは、もう、こうでもしないとね、存在意義がなかったんだよね。ハンターの方には申し訳ないことをしたなっていうふうには思ってるんですけど、まあこれがね、ほんと昔の庭師の戦い方でした。うん。そういう椅子の配置に関する知識っていうのは全部頭に入ってたし、まああとはカップ力でね、まあいかに早くもがくっていうところもすごい重要ではあったんですけど、ハンターが異常を持っていない時に、椅子を壊された時に対処法がないっていうことで、特質に関わらず、椅子を直すことが、ね、できるようになったんですよね。まあ、チェイスキャラとして、4VC であれば、庭師もチェイスキャラとしてはね、使うことができるキャラクターだとは思うんですけど、まあ、今となってはね、パパに守られてるか弱い女の子になってしまって、まあ、ちょっと悲しい部分っていうのはあるよね。祭司S1 実装された当初の祭司って、ワープ溜まる速度がめちゃくちゃ遅かったし、どんなに短いワープを作ったとしても、残像がね、残るような性能だったんですけど、もう今となってもうまるっきり違う、もう化け物性能になってますよね。S4 とか5ぐらいの時期かな、そのぐらいの時期の祭司って、もうさらに猛威を振るってて、今だとワープをね、ハンターはくぐることができるんですけど、昔はワープをくぐることができなかったので、月の川公園の終点と始発をね、ワープ作られたらもう壊すしかないっていう状況だったんだよね。なんかワープくぐられたら壊すしかないっていうのはもう本当にこうハンターとしてやってて、すっげえストレスでしたね。今でもスタメン入りするくらい強いキャラクターになってるっていうのは、やっぱね、性能がもう昔と今ではもう大きく変わったなとは思いますね、ほんとね。ほんとこの祭司はね、もうハンター殺しでね、やっぱハンターやるときにはマジでリアルファイトしようぜぐらいの勢いでね、腹立ちますよね、ほんとね。昔と比べたらもうめちゃくちゃ強くなったキャラクターですね。傭兵で、この傭兵なんですけど、ほんと実装された当初はただの肘当て6個ある男の子だったんですけど、それがですね、シーズン4か5ぐらいのあたりで、こう大幅にこう強化をしまして、2ダメージ受けてもダウンしないっていうね、もう極悪性能に変化したことによって、まあ、一気にね、環境に入ってくる、まあ、スタメン入りする、まあ、現在の傭兵になったんですよね。最近は僕もハンターやるときはもう傭兵版するくらいね、本当は傭兵が、もう、辛い。で、傭兵何が強いのかっていうと、2ダメージね、受けてもダウンしないっていう、まあ、その性能の高さもすごいんですけど、それと同じくらい、ハンターとしては、追えないキャラが1匹でもいると、それだけファーストチェイス、お散歩とかしたりして、ファーストチェイス始まってからダウンするまでの時間が、こう、長引いちゃうんですよね。それが個人的に強いと思ってて、まあ、あとラストね、通電後、追いかけることができないっていうところも、すごく辛いし、ほんと強いキャラだなとは思うね。ね、実装された当初のただの肘当て6個持った解読の遅い少年からもうだいぶ化け物に成長したなって個人的には思ってます。機械技師。これまで紹介してきたキャラクターとはね、ちょっと打って変わって、昔強くて
今弱いっていう、まあ、キャラクターですよね。昔の機械技師っていうのはね、第五人格の歴史での動画って軽く触れたんですけど、ロボ盾3回、機械技師がいることで、他のサバイバーの解読速度が 8% 上がるという性能を持っていたんですよね。実装された当初は本当に最強格でしたね。機械技師が修正される本当 S11 まで、まあ、前線に立ち続けていたっていうキャラクターですね。ロボットのね、電池消費量っていうのが早くなって、ロボットと本体との同時解読中にロボットの電池がね減るように修正されたりだとかして、今はねもうめっきり見なくなってしまったキャラクターですね。で最近ね S11 で声変わりもして、機械技師のね声っていうのはこう まるっきりこう変わったんですけど、まあ個人的にはね前の声の方が好きだったので、性能も声も変わってしまったっていうキャラクターですね。ハンター編リッパーS1 をね、プレイしていた方しか知らないこの霧の都ですね。霧の都っていうサバイバーが一定時間同じ場所にいると霧がね、発生するっていう外在特質があったんですよ。霧が出ている場所でのみ、リッパーは霧をね、撃つことができたんですよ。リッパーをこう上手に使いこなしている方もそんなに多くなかったと思うので、今だったら霧の都だったら結構強いんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、シーズン中に、シーズン2にリッパーの霧が爪にねギュッと凝縮されて、いつでもね撃てるっていう、まあ今のリッパーの性能になったわけですよ。このリッパーね、シーズン2に大きな修正されて以降、現在のねシーズン11まで、ほとんど性能がこう変わってないんですよね。風船攻撃のモーションの最適化とかは入ったんですけど、性能自体はシーズン2から全く変わってなくて、今でもね、もうシーズン2と同じ性能なんですよね。霧の都を知ってる人からしたらね、リッパーってもう性能がこう、ま、今とはね、こう、まるっきり変わってしまっている、もう別キャラとも呼んでいいんじゃないかってぐらい、性能がね、こう変わったキャラクターなんよね。雲！まず S1 の雲っていうのは床に糸を貼り付けるなんかリアルな雲みたいな雲糸の貼り方をこうしてたんですけど、こうキャンプには強いけどそれ以外特に強くないよねみたいな感じで言われてたんですよ。あまりにも使われなさすぎた結果、 S3 で雲の大幅な強化が入ったんですね。この強化がまあえぐいんですよ。まあ壁と壁の間とかオブジェクトに糸を貼り付けることができるようになったんよね。で、と破棄のクールタイムも5秒でできるようになった上に、雲糸の加速も2秒以上の加速状態を維持できて、まあやっぱりハンターっていうのはそれまでずっと勝つことができなかった、勝つことがすごく難しい陣営だったので、運営さんもね強化しようっていうことだったと思うんですけど、さすがにぶっ壊れすぎる修正でもう環境が一変したんですよね。ね、サバイバー側としてもね、爆速パーティーっていう疑心眼、義士と心眼が入る爆速パーティーっていうのも入るくらい雲対策がねこう強いられてたんですよね。で、まあそれが徐々にねシーズンを重ねるごとに、雲っていうのは弱体化することになりまして、まあ今だとね雲糸の加速時間っていうのもかなり短くなったし、雲糸を吐くスピードっていうのも長くなりました。同じ糸からだと加速の上乗せをすることができなかったりだとか、もう散々なね弱体化を受けて、もう今だとほとんど誰も使っていないハンターになりましたね。でこれ雲使ったことがある人はわかると思うけど、雲って糸のね貼り方にも工夫がいるし、糸の管理もしなきゃいけなかったりするから結構頭使うキャラクターないよね。だからここまでねなんか弱体化する必要なかったんじゃないかなっていう風にはちょっと思いますね。ハスター、このハスターも性能がね昔と今ではね大きく変わったキャラクターの一人なんよね。ハスター昔の性能どういう性能だったのかっていうと、サバイバーがハスターのね心音範囲内にいると、まあ一定時間で触手が生えるっていう性能で、存在感がね1段階目で触手を生やすことができるっていうスキルをね身につけることがねできるんよね。でもこれもクールタイムを15秒ぐらいあって、もうリッパーの霧くらいねクールタイム待たなきゃいけなかったりとかして、もう今考えたらめちゃくちゃ遅いわけですよ。存在感2段階目が結構強かったんですけど、この凝視は今の凝視とは違っていて、凝視されたサバイバーの近くにいる触手が自動で倒れるっていう性能だったんよね。この触手も結構敏感だから、凝視されたサバイバーが近くにいるとすぐにヒュッて倒れたがる習性があって、ちょっとフェイントをかけるだけですぐパタンって倒れるっていう、まあめちゃくちゃ敏感だったわけよね。うん。なんでそんなすぐ倒れんだよって思うぐらい結構敏感な子だったんですよ。でそれが今となっては存
在感たまらなくても触手を生やすことができて倒すことができる。あと魚種をつけたサバイバーに対して触手を倒すタイミングっていうのをこう自分で決められるっていう性能にね今はなったんよね。これ僕もハスター昔から使ってるんですけど、修正された時はもうまるで別キャラだったんで、すごい使うのがね困りましたね。バルク。昔と今でバルクの性能が何がね変わったのかっていうと、いくつかあるんですけど、代表的なところを挙げておくと、壁の判定がかなり弱くなったっていうところですね。バルクが猛威を振るっていた頃の S4 とか5あたりのシーズンのバルクって結構壁の判定が強くて、今だと、まあ、壁はねかなり避けやすくなったんですけど、当時のバルクは仕掛け壁がちょっと触れるだけでもね 0.5 ダメ入ったりとかして、ダメージ受けたらすぐに回復っていう風なね立ち回り方をしなきゃいけなかったりとかして、すごい懐かしいですね。ほんと頻繁にもう手を貸して早く打って、なでね一緒になでなでし合うのやってましたね。ほんとあと弱体化したところが、暗号機ゲートロケットチェア周りに建てられた仕掛け壁が早い時間で倒れてしまうっていうところですよね。ほんと今だとバルクって全然見ないから、バルクの救助わからないよっていう人もねもしかしたらいるかもしれないんですけど、もう当時のバルクはもう間違いなく即救だったんですよね。あのバルクに椅子を吊られたらすぐに救助に行かなきゃいけないっていう風な救助の仕方をしなきゃいけなくて、少しでも救助に遅れるとバルクの仕掛け壁にロケットチェアのね周りが仕掛け壁で埋まってしまって救助ができないっていうことがねあったんですよね。最近こんな救助の仕方をするっていう機会がもうめっきり減りましたね。こうバルクはもう弱体化に弱体化を重ねて、もうどん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 弱くなってしまっているハンターなので、まだとね全く見なくなってしまいましたよね。レオ。で、このレオは、まあ、最初はね、パペット投げれるだけの足の遅いおじさんだったんですけど、まあ、それが S3 のね、雲の強化と同時に黒レオを出せるようになって、パペットをね、動かせるような修正がね、入ったんですよね。1年以上修正されなかったね、鹿の強化だとか、まあ、白黒の強化だとか、まあ、本当に細かい点を挙げればね、いくらでも語れちゃうんですけど、まあ、今回はですね、まあ、特に大きなね、ちょっと修正があったキャラクターっていうのを、まとめてみました。こうね、見ると、やっぱハンターの弱体化っていうのがもう悲惨だなっていうのはちょっと思いますよね。もうちょっとね、修正し、ちゃんとした方がいいんじゃないってね、思うところあるよね。さすがにやっぱさ、クモとかバルクの修正に関してはさ、やりすぎたなっていうふうにはちょっと思うしさ、ちょっとかわいそうだよね。まあなんとかね、直してほしいなっていうのは思いますよね。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。よかったら他の動画も見てみてください。それでは、バイバイ。